ギルドから来たんだけど。おっと、整備用カバンの件だな。ちょうど待ってたところだぜ。どうだ、すぐにでも行けるかい？よっしゃ、それじゃあ早速ブツを受け取ってもらおうか。ブツ？重いからな、気をつけろよ。結構でかいだろ。交換用のオーブメント部品から工具一式まで必要なものが全部入ってるからな。バレンヌ灯台まで運べばいいのよね。ああそうだが、必ず灯台森のフォクト爺さんに直接手渡してくれよ。かなり高価なものだからな、くれぐれも気をつけてくれ。いやそれにしてもジャンのやつから聞いてはいたが、正直これほどとは思わなかったぜ。お、何が？あんたたちのことさ。生きがいいとは聞いてたが、こんなに若いとはな。生きがいいって魚じゃないんだから。でもな、ここまで若いとさすがに少々心配だな。うん、ちょっと若いからって甘く見ないでよね。ああいや違うんだ、そういう意味じゃなくて、フォクト爺さんがどう思うかなってことなんだ。ああなるほどね。なんだ、爺さんのことを知ってるのか？うん、確かにいろいろと大変だったわよ。まあお世話になったってことにしておきます。その口ぶりだったら大丈夫だな。言いたいことは分かってるみたいだ。ただじいさんの気持ちも分かってやってくれよ。灯台森は孤独な仕事でな、偏屈になっちまうのも無理はないんだ。航行する船にとって灯台は命綱のようなものですから。灯台森というお仕事はとても責任のある役目なんです。そっか、大変な仕事なんだね。じいさんが漁師をしてた頃はよくラバンタルで飲んでたな。でも今は灯台暮らしだから、あそこの名物カクテルもめったに飲めないってもんよ。まったく大変な話さ。本当は差し入れでも持ってきたいんだが。おっと、さすがにおしゃべりが過ぎたな。ま、そういうわけだ。じいさんに何か言われても気にしないでくれよ。うん、わかったわ。それじゃあもう行くけど、まだ他に何かある？いや、もうないぜ。質問や仕事をキャンセルするときはまたここに来てくれよ。じゃあな、頼んだぜ。お前さんはこの間の。お久しぶり。今日はまた別な仕事なんだ。遊撃士協会からの依頼で整備用カバンをお届けに来ました。はい、どうぞ。あ、重いから気をつけて。うん、確かに受け取ったぞい。こんな遠くまで。ほんにご苦労じゃったな。ううん、大したことないわ。それより町の人たちもおじいさんのこと心配してたよ。仕事は大変だろうけど、体に気をつけて頑張ってね。ありがたい言葉じゃ。気配りの精神が少しは分かってきたかの？どうだろう。やっぱり私はちょっと苦手かも。いや、ちょっとはマシになったと思うぞい。まあもちろんまだまだではあるがな。さてっと、今日は本にご苦労じゃった。わしはそろそろ仕事に戻るぞい。定期点検をもしなければならんのでな。うん、それじゃあ元気でね、おじいさん。失礼します。